27日、日本時間28日、大リーグブルージェイズドジャース、ロジャーズセンター。ドジャースの大谷翔平選手が27日、敵地トロントでのブルージェイズ戦の前に、フリー打撃を見ていた部分のシュナイダー監督のもとに駆け寄って談笑した。昨年の FA 交渉の席で、大谷を熱烈に誘った同監督。願いかなわなず、大谷はドジャース移籍を決めた。 シュナイダー監督は、アイアトン通訳も交えた大谷との会話で、昨日のブーイングはごめんね。今日はお手柔らかに、と笑顔で話した。このシリーズ前には、昨年交渉の席で渡したブルージェイズの帽子を返してほしい、とジョークを炸裂させた同監督だが、この日は帽子は返してもらってないよ、笑。まだ、どこかにあるといいね。新しい帽子だし、彼は長くプレーするだろうから。 いつかその帽子をかぶってプレーしてほしいねと絶妙な返し大谷との数分間は実に楽しそうだった昨年の大谷の FA 交渉でドジャースとの契約合意直前に大谷がトロントに向かったという正規の誤報が流れて騒動に発展翌日大谷がドジャース移籍を発表しブルージェイズファンの落胆は相当なものだった ドジャースの一員として初めて訪れた26日、大家が打席に入ると、トロントのファンから大ブーイングが飛んだ。